Nintendo. いまやさみのシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは。今やさみの SSG246 回目を迎えました。というわけでね、動画の方皆さん今回は2本上がっていたと思いますけれども、ご覧いただけましたでしょうか。1本はこの後のファミセンで紹介するゼルダのね、私の華麗なるプレイが皆さん見ていただけたかと思うんですけれども、もう1本が毎年恒例のね、書き初めをさせていただきましたけれども、今回は本当に私迷走しまして、動画にはなかったと思うんですけど、多分、2本先に書いて始末するという事件が起こっております。な結果、うわーと思って書いたのが45分というね、目標 SSG 毎回45分。ストップウォッチ回すのもう忘れてる。どのくらい喋ったかな、今1分ぐらいですか。じゃあ1分ぐらい喋った体で、よしよし、これでねストップウォッチ回そう。ただSSG は完全収録番組だったりとか、あとこうね、期間限定コーナーとか入ったり来たりするので、じゃあ私の収録時間が45分で、私がどうしようもない話をたくさんした場合、そこカットされますから、そうするとそこから引かれていくっていう方式に変えていこうかなと思います。あれ今回30分しかなかったぞって思った時には、私が15分ぐらい他愛のない話をしたんだなとか、もしくはあの公約も忘れたんだなというふうに思っていただければ。結構焦って書いたのでね、なんかふーんみたいな、あんまり考えずに書いて、あ別に45分のふーんを今言ったわけじゃないんですけどね。最初45だけにしようと思ったんですけど、そうするとなんか10個近く年をサバを読んだ年を書いたのかってみんなにまた突っ込まれそうだから、あちゃんとつけなくちゃと思ってふんって書いたりもしたんですけれどもね。あ他の人のも面白かったですね。ムータンは変化ということなんです。えやだ、 SSG 終わっちゃうのかな、怖い。そういう変化じゃないよね。ちょっと今本人がいないので確認できないんですけれども、次浜田さんが原音っていうことらしいです。これはどういう意味なんでしょうね。ちょっと原音にこだわりたいんですか。ただ点がないですけどね、腹のよく見たらここ点いりません。いりますよね。これ原由美さんの腹ですよ。ボールペンでいいですか。もう写真撮りましたもんね。じゃあバレないように今書いときますね、こっそり。はい、じゃあこうやって書いときますね。ピーッと、原さんの腹の字を間違えるなんて、原さんのプロデューサーとしてあるまじき行為ですよって言いたいところなんですけど、私その45分の前に書いた2枚はですね、1個は完全に漢字を間違え、1個はゲシュタルト崩壊を起こして、すごい簡単な漢字がわからなくなって、両方ボツにしたっていうことだったので、だんだん野望が小さくなっていきましたね。はい、というわけでちょっと不思議な感じの原音になりました。やっぱりあれですか、ライブの時にこう原音にこだわったさ、こうクオリティにしたいとか、そういうことですかね。ライブに限らずだそうですよ。ちょっとまあじゃあ後で問い詰めたいと思います。みおちゃん、ボリュームダウン、これね、私とね一緒にセットにするとまずいんですよ。45分ボリュームダウンってやるとなんかマイナスイメージじゃないですか。違うんです、みおちゃんは幸せ太りをしてしまった結果、自分の体重がとても増えてしまったことをとてもね悔やんでおりまして、今年は頑張ってダイエットするぞという意味を込めてボリュームダウンだそうですよ。はい、そしてひなちゃん、これうちのマネージャーなんですけれども、うちのマネージャーが書いたのが美という麻美の美の字ですけど、美しいという文字をですね、もうカスッカスのスレスレなインクで書きましたね。自分で足せたのになぜそのままいったみたいな、水分が足りてないのかな今ね。ただひなちゃんまだ若いので、顔に今ちょっとこう荒れちゃってて大変なんですなんて言っていたから、確かに美はねこう大切にしていくべきでしょうね。ただひなちゃんに私から一つアドバイスをすれば、なんて言うんですか、化粧水とか乳液とかは使わなくてもなんとかなるよ。あれ特殊事情かな私。あそうですか。じゃああまり私の意見は従う、ユミさんに聞くといいよ、ユミさん詳しいからね。はい、そして実はですね、さりげなく今回新メンバーが加わっておりましてですね、純知かっこ仮という今名前がついています。なぜかというとですね、名前のあだ名をつけるのに今ちょっと迷走してるんですよね。まだこの純知っていうのも書く直前に私が
思いつきで言って書いてくださったんですけれども、あのこの間の大阪公演から実は一緒に手伝ってくださっているんですけれども、もともと知っている方だったんですけれども、今回ご縁があってということでね、はい、この SSG そして浜田さんの下でいろいろ活動してくださるということなんですけれども、まあ、開運ということで名前がね、なんでかっていうと、あの浜田さんの会社の方と同姓同名なんですすごいでしょ漢字は違うみたいなんですけどね。で、あだ名をどうしようって思った時に2人のあだ名を聞き出してみたところ全く同じだったんですよね。あの略し方から何からいくつかある言ってみてって言ったやつが全部どっかぶりしていて、あ、この名前はこういう風に名前をみんなつけるんだねみたいなところで落ち着きまして、じゃあ困ったね、じゃあ違う名前をって言った時に、あのまあ純ちゃんにしようって一回なったんですよ、大阪公演の時に。でも割とね大人なんです、大人の男性なんです。なのでね、純ちゃんって呼びづらい人もいるんじゃないかなみたいなね。それこそあゆみちゃんとかだったらね、あゆみちゃん CA のあゆみちゃんとか呼びやすいんですけど、純ちゃんだと私もちょっとまだね探り探りで、まだ一度もちゃんと面と向かって純ちゃんって呼んでないもんで、これみんなもそうじゃないかなと思ってちょっと考えた結果、今案が出たのが、私がしげちーから取ってじゅんちーってやったら浜田さんから NG が出て長いって言われたんです。じゃあ棒削ってやるよって言ってじゅんちーってなってカッコ仮がついてるっていう状態です。今後また変動があるかもしれません。ゆみさんの意見もありますしね、ちょっといろいろ伺いながら探っていきたいと思います。ちょうどいいところで落ち着くといいんですけれどもね。さあ、そしてもうちょっと今日は帰ってしまわれたんですけれども、明治市の3号さんが今日ね新年の挨拶に来てくださいました。ということで、腰低いと書いて羊蹄でいいんですかね羊蹄山っていうボクサーいませんでしたっけ違うかな、ちょっと違うかな、これ何ですかって帰り際に聞いたところ、腰低く今年はやっていきたいなっていうことだったんです。そんな腰高いようなイメージはね、サンゴさんにはないんですけれども、ご自身の目標ということなので、ただサンゴさんこれオープンにしていいかどうか分かんないんですけど、腰痛持ちなんでリアルに腰低くするとまた腰悪くしますよって言っときましたそして最後が CA のあゆみちゃんで健康第一というね、本当これいろんな会社のところに貼れるぐらいの素敵な文字でね書いてくださいましたね。でも健康が一番ですよ。お正月とかねやっぱ実家帰ったりとかしてて思いましたけれども、健康でいるということがいかに幸せかということをかみしめる今日この頃でございます。しげなあゆみちゃんもね、私の多分ミンゴスのさひらがなを見て書いていたので、しげなあゆみちゃんってひらがなで書いたら本当子供みたいですよねまだ知らないんだね、ローマ字とかわかんないよねみたいな感じになってるところがまたキュートでございます。さあ、このねいつもこれプレゼントしてますけど、今回もするんですかね。あ、する。でもいつ届くかはわからないっていうのがミソですよね。下手したら年越えてから届くこともありますので、どうしてもそれでもいいよっていう方だけちょっとご応募いただければと思います。じゃあ番組の最後に、キーワードを申し上げたいと思いますので今ちょっと思いついたんです、急に。今スタッフがえーってか、そんなの今までやってましたっけみたいな、正直覚えてないですけれども、私もちょっと意味は思いついちゃったんで、番組の最後まで皆さんぜひ聞いてくださいね。はい、というわけで45分の番組で、今私の手元の時計では7分45分と、あと最初の空白の1分近くがあるので8分今日喋ってますね。よし、じゃあ割り振っていくぞ。というわけでこの後のコーナー行く前に CM です。どうぞ。今井あさみの4枚目のアルバム、この雲の果てが好評発売中です。シングル未発表曲2曲、アルバム用新曲3曲を含む全13曲を収録。ブルーレイ付き数量限定版、DVD 付き版にはこの雲の果てミュージックビデオも収録されています。皆さんぜひ聴いてみてくださいね。今井あさみバースデーライブ2013 in 日本青年館。ブルーステージとオレンジステージのブルーレイ &DVD が好評発売中です。初の 2days で開催されたバースデーライブの模様を全曲完全収録。2日間とも違った魅力満載です。ライブ写真を使用したオリジナルブロマイドのうち1枚が各製品にランダム封入されていますよ。皆さんぜひ見てみてくださいね。
ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今井麻美が実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の司令書に書いてあったゲームは任天堂さんから発売中の任天堂 3DS 用ソフトゼルダの伝説神々のトライフォース2でございました。というわけで私のあのねヒヤヒヤな中ボス戦ご覧いただいたかと思いますけれどもね、昔に比べて本当に上手になったななんて思われた方も多いんじゃないでしょうか。結構やっぱゼルダシリーズは私ハマることがねすごく多いんですけれども、今回も普通にあの自分で家でダウンロードして遊ばせていただいております。まあ、あの説明も不要かと思いますが改めてということで、こちらのゼルダシリーズなんですけれども、1991年にスーパーファミコンで発売されたゼルダの伝説神々のトライフォースの遥か未来を舞台にしたシリーズ最新作ということで、待ちに待った方も絶対いたと思うんですよね。91年でしょ。どのくらい経ってます？今2014年ですから25年ぐらい経ってます？ 23 年、あ、私今計算もできなくなってますね。本当だ、23年ですね。はい、というわけで主人公リンクが新たに手に入れた壁画になる能力を使って数々のダンジョンに挑んでいくということなんですけれども、このね壁画っていう発想ってゼルダのシリーズの中でも初めてですよね。最初ね本当に驚きました。普通にプレイしてると最初は壁画になんてなれないんですけれども、あの敵がいるんですけれども、あの敵がこう味方だったりこうゼルダ姫だったりとかを狙ってくるんですよ。壁画にしてやろうかって言って、最初はあのねあれ誰々がいなくなったなとかそういう話だったりもしたんですけれども、実はこう壁画にされてしまっていた。しかもあの妖人たちをどんどんさらっていってしまうので、それはもうリンクが立ち上がらねばっていう状態になってしまうんですよね。はい、というわけで本当にあの最初からあの今私中盤手前ぐらいですかね、まだまだ先があるんですかね、まだ私わからないんだりですけど、 あの今の私のハートの8状態でもまだまだ先がある。うわー、これは絶対にあのゼルダ初心者の方でも本当にサクサクと遊べるので、あの結構アクションゲーム苦手な方って私も含めて多いと思うんですよね。その私が今の今まで一回もまだ倒れていないというところにすごくいいゲームバランスがあると思うんですよね。何度も危ない場面はあったんですけれども、その例えばですけれどもこう妖精を捕まえたりっていうのをね動画の中でも話しましたけれども、妖精を瓶の中に捕まえておくと、私知らなかったんですけど、回復が一気にまた危なくなってもできるということなので、私は普通にアイテムで使ってやっていたのでちょっとハートを無駄にしてしまっていたということが今発覚したんですけどね、めっちゃ悔しい。早く教えてってどっかにきっと言ってたりとか書いてたりとかしたんでしょうね。昔からそうなのかな、多分忘れてたんでしょうね。もうなんか必死だったんです私怖い怖いみたいな、あーなんか毛虫みたいなのが襲ってくるよ、うわーって思いながらやっていたのでね。で、あの今回発覚したのがミオちゃんと私とで、こう主力武器が違うっていうところが個性出ましたね。私はもう最初からハンマーと弓と剣、この3つを三種の神器にしてやっていたんですけれども、ミオちゃんはブーメランとそれ以外のものを何か使ったりとかして、あと剣とでやっているっていうことだったので、で確かにゼルダといえばブーメランというイメージはあるんですよね。私もあったんです。でもブーメランがうまく使えなくて何度泣いたことかっていう、その私の中での負のイメージがあったので、ハンマーを最初使ってたら結構使えるなと思って、それ以来もずっとハンマーを握りしめてるんです。最初にあの塔に行ったっていうのも大きいんですけれどもね、あの持ってるアイテムによって入ることができないダンジョンがあるので、そのアイテムを持っていれば入れるので、それが最初からもう分かりやすくなってて、それがだいたい序盤は攻略の鍵となったアイテムですよと。おそらく後半になってくるといろんなアイテムを組み合わせてやっていかないといけないと思うので、それまでにねたくさんいろんなダンジョンをこうご自身でプレイされて、あのコツをつかんでおくと、こう本当に人間ってどんどん上達していくんだなっていうのが分かると思います。私もねあの初めは弓矢がなかなか当たらなくて焦って
こう敵がまだ自分の正面にいない時に弓矢を発射して連打してしまってゲージが減ってしまうと使えなくなってしまうのでもう弓矢使えないとか思ってたんですけれども、冷静にちょっとね心を落ち着けると意外とあの敵の軌道も分かってくるので、こう真正面に来るのを狙ってやると普通の剣よりも弓の方がダメージが大きいので、初めのうちは割とうまく使えると重宝するんじゃないかななんていうふうに思いましたね。でもなんといっても壁画の能力はね、私は家で一人でやりながらですね、何度言葉にしたか分かりません。すごいな、天才だな、このシステム思いついた時のその感動をドキュメンタリーにしてあのこうつけてほしいと思いました。おまけでプロジェクトなんちゃら風にね、ゼルダだから Z かなプロジェクト Z 風にね、その時丸々は思ったみたいな感じでやってほしいんですよ。壁画にすればいいんじゃないのか、いやダメだ、壁画にするとこの機能がうまく使えないじゃないかみたいなね、そういう会話がきっとあったんじゃないかなって想像するんですよね。それぐらい本当によくできてて、あのこう敵を倒した後とかにも取りこぼしてしまったアイテムを私は絶対に取りに行くんですけれども、なかなか知恵が出てこなくってこう入手できなかったアイテムとかも一回ちょっと心、敵を倒すことにね集中しないで少し心を落ち着かせると、あのあひょっとしてこうかもっていうのを思いついたりするので、であの普段やってみなかったこととかもチャレンジできたりするので、本当ぜひおすすめです。もう脳がどんどん活性化されていくのがわかるので、ゲームの良さとその遊びの良さみたいな、こう創意工夫をしながら解いていくっていうものの本当に典型的な素晴らしいゲームなんじゃないかなっていう風に感じました。でちょっと面白いなって思ったのが、あの今回リンクが持ってるアイテムなんですけど、なのであの最初の序盤の方に入ってる宝箱とかすごい苦労して取ったのに5ルピーとかっていうのは本当ザラなんですけど、そのアイテム、宝箱のアイテムにこうすごい大事なものとかが入ってるわけじゃないってところにもミソがあるんじゃないかなって思うんですよね。遊び心として捉えられるというか、でもちろんあの絶対必要なね鍵とかそういうのもあるんですけど、まだ私はの知る限り、私のプレイしたところまでではそこまで大事な道具が宝箱にあったっていうことがなかったので、であのじゃあアイテムはどうするんだってなると思うんですけども、実はあのとある場所でアイテムがレンタル制になってるんですよ。リアリティあるでしょなんかね、一度ゲットしたものはねこうずっとそのリンクが持っていられるのかっていうと実は違いまして、こう爆弾でもブーメランでもフックショットでも何でもかんでもですね、かなりの序盤で手に入れることができるんです。ただしお金を払ってレンタルするという、お借りしてるっていうね、斬新だなって思いましたよね。なので最初から割と道具が揃ってるので、あの人によってはここまでやってないけどここもやっちゃったって人とかもいると思うんですよね。それもまた面白い。私ちょっとねあのフックショットを使ってあの冒険しに行ったんですよね。一回行ってみよう、この先何があるんだろうと思ってワクワクして行ってみたらですね、すっごいあの敵が強くてすぐ退散しました。あーまずいまずいっつってそういうところもあったりもするんですけれどもね、好きな順番で進められるっていうところにもすごくすごくすごくあの面白みがあるんじゃないかなと思いました。であの作品としては完全新作なんですけれども、まああの舞台というかその世界観だったりとか、その敵がどういう敵が出てくるかっていうのがあの以前のね神々のトライフォースを踏襲されていたりとかして、あと曲がねアレンジ版になっていたりとかしていて、あの人によってはすごく懐かしいという感じる方もいらっしゃるんじゃないかなというお話でした。私はあの前回のやつやってるはずなんですけれども、あの細かいところとかやっぱりあんまり覚えてなくて、まあ23年も経っていますからね、そりゃその時生まれた子ももう成人もしてますわっていうぐらいの年月が経ってますからね。なのであの初めての方でも2とはなってますけれども、本当に新鮮に遊べる素晴らしいゲームだと思います。はい、というわけであの話は尽きないんですが、とりあえず私はこの収録が終わったら速攻ですね、みおちゃんに教えてもらった秘策でですね、今私がずっと朝からチャレンジしているあのダンジョンをですねクリアしたいと思います。はい、それではそろそろ来週の指令書を開封したいと思います。じゃじゃん、じゃん、指令書、ミンゴさんこんにちは。こんにちは。新年から野良の神に仕えたりと
ありがとうございます。本当にあの SSG アカウントがですね、あの野良神をすごく宣伝してくださっていて、とってもとっても私も嬉しくて、私危うくあの寝そうになっていて、見ようと思って構えてたのにクラクラってして、で行った時にちょうどそれを見てですね、はっはっはっ、大変大変、予約こう見なくちゃ、視聴予約視聴予約ってやって見たのでね、すごく助かりました。ありがとう、嬉しかった。はい、というわけで話がずれた、和風の世界に縁がありますね、今度のゲームも和風テイストです。次回取り上げるのはミンゴさんが追加ダウンロードコンテンツの御霊となって、あ、登場する陶器伝、ダウンロードコンテンツのデータを交えて紹介しますよ。それでは頑張ってね、謎の司令官ミオちゃんよりといただきました。ありがとうございます。そうなんです、あの週刊ファミ通さんがですね、あの今度出す雑誌にですね、応募券みたいなのがその言い方がちょっと分かんないんですけど、シリアルコード、そうそれです、シリアルコードです。応募券って恥ずかしい、もうダウンロードもさ忘れちゃうぐらい、私なんかタイムスリップしたような感じになっちゃってますけど、シリアルコードがついていてね、雑誌を開催すれば陶器で持っていたら私の声の入った御霊がゲットできるというスペシャルな企画を立ててくださって本当に嬉しいです。あの素敵なキャラもイラストもとっても綺麗なのでね、はい、ぜひ陶器でお持ちの方も、これから買おうかなと検討中の方も、初めて知るよっていう方もですね、私の御霊はその雑誌のみの扱いということになっているので、なるべく早めに検討していただきたいと思います。はい、それでは、謎の司令官みおちゃんよりといただきました。来週のゲームは陶器伝に大決定。以上ファミセンのコーナーでした。ミンゴスだよ、お便りコーナー2014ということで、このコーナーはお便りがたくさん届いた時に入ったり入らなかったりするコーナーでございますけれども、大阪ライブの感想がねたくさん届いているので、そちらを中心にお届けしようかと思ったんですが、一番上にあったメールが違ったので、そちらから紹介したいと思います。いや、オープニングで紹介しようと思ってたんですけど、意外とあのこうお習字の方に時間を割いたなと思ったので、45分以内に収めるという私 の危機管理が働きましてですね、後に回した結果こうなったということですね。はい、こちらハンドルネームタカドンさんからいただきました。ありがとう。ミンゴススタッフの皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。早々に年賀状いただき誠にありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。ということで、そうなんです、このの手の早期予約キャンペーンの A 賞いただきました。いや、年賀状ってもらうといいもんですね。昨今は年賀状を出すことももらうことも少なくなってきましたから、年賀状そのものから疎遠になっているのが現状です。現実に今年は元旦に自分宛ての年賀状が職場の先輩から1通届いたのみでした。それで終わりだと思っていました。ところが1月3日に郵便屋さんのバイクが来たので、ポストを覗いてみると、てんてんてん、今井あさみさんという方からなんと年賀状が届いていたんです。裏を見ると年始の挨拶とプリクラが添えてありました。プレゼント企画でしたが、自分宛ての年賀状をいただくというのは大変嬉しいものでした。大切にさせていただきます。年始早々から嬉しいことがあったので、今年も楽しい一年になりそうです。改めて本年もよろしくお願いいたします、といただきました。高野さんのね、本名も書いていただいてるんですけど、書きましたね、私これ。今回あのスタッフさんはですね、宛名はこちらで印刷するので、あのこうメッセージとかだけやっていただいたら大丈夫ですよっていうお話だったんですけど、そうね、あえて言うならタカドンさんのが1月3日に届いたのがちょっとだけ、まあ、ミンゴスのせいというところがありましてね、多分ね、住んでいるところによってだと思ってはいるんですよ。そんなことない。いや、でも1月1日に着いたっていう方もいらしたって噂は聞いたので、届いた人はいたんです。多分関東圏内とかでしょうね、おそらくね。で、離れれば離れるほど時間がかかるというね、ミラクルが起こりましてですね。そうなんです、あの結構ね慌ててというか、前々から書こうと思って、なんかこう言うとすごくありがたみが減っちゃうから言うのよそうと思ってたんですけど、全部暴露しちゃうのがまあ私の性質ですから、あえて言いましょう。で、私自身も年賀状書くのなんて本当何年ぶりか分かんないレベルなんです。やっぱりここ近年は、まあ、メールだったりとか、メールもだいぶ最近はね
減っちゃって、どっちかというとお会いした時とかにご挨拶とか、あとまああのいただいた方にお貸しするとかいうパターンがすごく増えてはいるんですけれども、あのやっぱ自宅の住所をあまり誰にも言っていないので、まず年賀状があまり届かないという現実なので、まああの皆さんがね事務所に送っていただいた年賀状、昨日実はいただきまして、まだ全部 見切れてないのでゆっくりね読まさせていただきたいなと思ってるんですけれども、あの自宅にはなかなか届かなくて、事務所に届くとまあ大体1週間から10日後ぐらいにね私の手元には来るっていうことが多いのでね、すぐにはねなかなか手にすることができないということで、そういったことで私もだんだん書かなくなってきたんですけども、子供の頃は年賀状書くのがすごい好きで、全部一枚一枚手書きでその人にこうイメージしたものとかをこう下書きして清書して、そこにペン入れして色塗ってっていう風にやってたんですよね。で久々にちょっとそれやってみようかなと思って、だいたい東京公演の後ぐらいに、前だったかな、前後ぐらいにあの年賀はがきをサラのものをいただきまして、よろしくお願いしますっていう風にいただいたんですよね。で1枚ずつ下書きしたんです。何枚ぐらい下書きしたかな、あ全部で7枚下書きまでやったんですよ。その後こうライブの準備だったり、年末年始あっという間に師走として過ぎていきそうになりましてですね、はっと気がつけば大阪公演の数日前になってるわけですよ。でこのままではまずいと思いましてですね、慌ててまずその下書きをしたものをまず保留しまして、7枚書いたんです。だから3枚はまだサラだったんですよね。このままじゃ絶対に間に合わないって思ったんですね。で結果コンビニに行ってサラの年賀書きを7枚買って足して10枚になるじゃないですか、今回10名様だったんでね。で今回そうだプリクラにしようっていうただあの今回手元に来た方はね分かってるとは思うんですけれども、ハートマークの印判みたいなのがあって、そこにメッセージとあの明けましておめでとうございますっていうのとプリクラが貼ってあったんですけれども、それも全部あの手作りなんですよ。最初芋版にしようと思ったんですけど、買ってきたじゃがいもがみずしくて全然あの芋版に適さず、なんか本当干したりとかしなきゃいけないんですけど時間もなかったので断念と思って、いいじゃがいも扱ってたんですねうちの近所そんで結果工夫しまして、家にあったクリアファイルをハート型に切り抜いて、でそれをはがきの上に置いてスポンジでポンポンとやりながら一個ずつ着色してってっていう感じでやったので、手作りでね作らせていただいたんです。でまあせめてものあのまあ自分的にはあの短縮という意味もあったんですよね。これで一回またスタッフさんにお渡しして印刷に回してとかなると時間がまた1日ロスしてしまう、そうすると3日どころか5日とかに届いちゃうぞと思って、これはさすがにまずいと思ってですね、あのもし問題なければ私書かせていただきますと言って、皆様の宛名から何から1文字ずつ書かせていただきました。あの最後の方の10枚10人目ぐらいの方はひょっとしたらね文字が乱筆になっていたかもしれませんがそれもまた年賀状のねあの味ということで受け取っていただければと思います。なかなかねあんだけの文字を書くことが最近昨今減っているのですごく新鮮でしたね。なんかいいなって思いました、年賀状。なんかどっちがいいんでしょうね、私が1枚ずつ手書きして1枚ずつこう自分のアイデアで年賀状作って、やっぱねあの年末はいつも忙しいので、ライブの準備だったりとかなんだりとかで割と時間がないことが多いので、やっぱり10枚が限度だなっていうふうに思ったんですよね、どういう形にしろ。ただそうすると当たる方が少ないじゃないですか。もうちょっと簡単にすればもうちょっと人数増やせたのになっていう思いとの葛藤がありましたね。まあその中でもやっぱりこう当たった方は本当にラッキーぐらいにね思っていただいて、かつねあの年賀の最後のあの数字のやつが当たったらね、15日にねあのだいたいわかりますから、年賀のやつが当たったらダブルラッキーみたいな感じに思っていただければと思います
はい、でもただ連番になってないので、結果的に3枚と7枚に分かれてるので、ね、あの一番下一桁は必ず当たるだろうってのすら怪しいですけどね。はい、あ、何人かね当たりましたよってメールいただいたんですけども、代表として高野さん読ませていただきました。ありがとう。さあ続いてこちら、カノさんからいただきました。ありがとう。 SSG 会員証ナンバーは2062番ということで、今井さん、スタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。はじめまして、どうもどうも。2014年早々 SSG 初投稿です。ありがとう。先日の大阪でのセブンスソロライブ行きました。今回初めて今井さんのソロライブに参加する上に、ライブハウスでのライブも初めての経験でした。そんなわけでいろいろ勉強してから行かないとと思ってインターネットを検索してみると、いくら整理番号1番のチケットって思っていたとしても、会場後に着いたら一番前では見られませんと書いてありました。まあそりゃそうよね、スタンディングですから。まあ、あのこう座りの席だったらいつ来ても大丈夫ですけどね。確かにもう会場してみんなが前の方に詰めましたってなった状態で、私一番ですって言ってもなかなかそれは難しいなとは思います。なのに会場時間を私は勘違いしてしまいまして、会場に着いた頃には200番台の方々が呼ばれている頃でした。私の番号は、はぁ、45番、あ、すごい。45分。ミラクル。この数字が今回の今年のキーワードになってるかもしれないですね。45っていう数字がすごいな、感動してる今私。こういうところで感動できる自分の感動屋なところがね、相変わらずだなと思いますけれども、しまった、ミンゴスを至近距離で見られるチャンスがという気持ちと同時に、よしこれをネタにして SSG にメールを送ろうと思いついた自分がいました。結局300番台での入場だったのですが、歌っている今井さんや原さんの表情がはっきり見えるほど近く感じられました。さっきのショックはどこへやら、サイリウムを振ったりコールを入れたりして全力で楽しんでいる自分がいました。かっこいい曲から可愛い曲まで、今井さんの様々な表現を間近で堪能することができて、あっという間に時間が過ぎていきました。ただ私の位置からだとプラス A メンバーはほとんど見ることができなかったので、次回こそは前の方でメンバー全員を見たいと思いました、ということで、今回ねメンバーはミャーミャーが自腹でみんなのために買ってくれたパーカー、お揃いのパーカーを着ての演奏だったんですけども、みんな気づいた人いたかな、あの実はファイヤーさん裸の上にパーカー着てたんですよね。なんでと思ったんですけど、だから私てっきり本番中どっかでバシャーって脱ぐんだろうなと思ってたら、特にそういうこともなかったから、なんかあの夢のマホロバとかの時に脱ぐのかなとか思ってたんですけど、それなかったですね。とか言っちゃうと今度やりますとかおっしゃいそうですけれども、私動揺して歌えなくなっちゃうな、それ。ただ面白いから見てみたい気もしましたけれどもね。なので素肌にパーカーという新しいこうねユニフォームで演奏してくださっていたと、そう思うとなんかセクシーすぎますよね。裸パーカーサックスってすごいなみたいな。はい、ゲストの原さんとの会話中にひょっこり出た今井さんの関西弁に親近感が湧いたり、天空の炎ミラージェンジャズアレンジバージョン見事に歌い上げる姿に感嘆したり、ディアダーリンの小さな声でつぶやいた大好きだよのくだりで大笑いしたり、今井さんとプラス A メンバーからたくさんの感情とエネルギーをもらいました。そうなんですよね、ディアダーリン小さな声でつぶやいたって言ってみんなにふって振った時に、大好きだよってみんなが言ってくれるから大きい声でありがとうみたいなね会話をしたりもしましたけれども、そうなんですよね、楽しい時間を届けてくださって本当にありがとうございました。また関西に来てくださると嬉しいです。こちらこそです。本当にあの年末だというのにこう体力的には絶好調でございましてですね、近年稀に見るパワーライブになったんじゃないかなと。もちろん大阪の土地だとそういうことになることが多いので、やっぱり土地の力をすごく感じざるを得ないような感じだったんですけれども、あの SSG さんの方にですね詳細のレポが上がっておりますので、そちらを見ていただければ、行かれなかった方も、あとチケット持ってるのに残念ながらあのご用事ができて来れなかったという方もですね、臨場感を体感することができるんじゃないかなと思っております。本当にねいつもありがとうございます。私もあれ見て思い出したりするんです、こんなこと言ったなみたいな。はい、さあ続いてこちら、蛍光イエローさんからいただきました。ありがとう。少々遅れましたが、いやとんでもない、ライブの大阪公演の感想メールです。まずはライブお疲れ様でした。ライブ会場が近畿圏なので兄と一緒に参加しましたよ。ライブ最高だったと兄が言っていました。まあお兄様によろしくお伝えください。本当に嬉しいです、そう言っていただけるのが何よりも。みんなねあの
頑張っていいライブを作り上げてきてよかったなと思える瞬間です。曲についての感想ですが、多分他の方と感想はほぼ同じだと思うので割愛します。あれだね、蛍光イエローさんは結構そういうところがあるのかな。少しだけ書くとしたら、無限旋律が個人的にミンゴスすげーと思いました。 CD で聴いた時には思わなかったことだったんですが、この曲かなり難しそうですよね。歌っている姿を見ていると感じることもあるんですねと思う。あれ、私苦労してたかな、無限旋律。確かにね、すごい難しいんだよあれ。みんなも一緒に歌ってみるといいよ。ただカラオケがないのがとても残念ですね。あれあるか、あ、カラオケボックスに行くと歌えるということなのでね、 CD の中ではないんですけどもね、本当にとってもね難しい曲なんですよ。ただ一番今までで、まあ2回しか歌ってないですけども、大阪公演がとんでもなく元気だったのもあって、もう伸ばしに伸ばし上げましたね。どこまで行くんだみたいな、多分ミキサーさんもびっくりしていたと思います。今回単独ライブに参加するのは2度目だったんですが、思い知らされました。ちゃんと歌詞覚えていないといけないなと。あ、ま、別に覚えていなくてもライブそのものは楽しめるのですが、どうしてもクレッシェンドと閉園後の一緒が歌えなかった、みんなと一緒に歌えなかった悔しさが消えません。今年こそはきっちり歌詞を覚えてライブに参加した時にいつでも 100% 楽しめるように精進しますといただきました。そうなんですよね、私もね実はクレッシェンド一緒に歌おうかなんて振ったんですけれども、知らない方とかまだ私だってね、こう復習しないと歌詞とか全部すぐスパーンって吹っ飛んじゃったりするのでね、すごく皆さんにこう歌ってって言いながらも、しかも今回は東京公演と違って先に言ってっていうのもなかってやってしまったので、こう取り残された感を感じられた方がいらっしゃったら申し訳ないなと思ったので、本当にねいつかあ、これ今年の目標にすればよかった、45分とかにしないで、スクリーンのあるライブとかやりたいなってなんとなく思ってますけどね。もちろんライブハウスにあるとちょっとそれもまたね、ありもありだしなしもなしってところもあるので複雑なところもあるんですけれども、まあ映像化されるものに関してはね、ライブはライブを楽しんでもらって、映像は映像でいろんな細かいとこ見てもらってっていうのもできるので、それも醍醐味だったりもしてるので、一概にこれがいいっていうのはないんですけれども、まあ会場が大きくなればやっぱそういうのも必要になってくるかなと思うので、ちょっと会場を大きくねできたらいい。にゃーにゃーって、トリックも最終章を迎えてにゃーみたいなところもねありますか。お正月お前見てただろうって言われたらはいって言うしかないですね今ね。はい、なのでこうね歌ってほしいやつはね字幕出たらみんなも歌えるのにななんて思ったりもするんですけどね、まあ、この辺は私のまだまだ実力の足りないところだったりもするので、今年もそして来年以降もねまた頑張っていかなきゃいけない部分だなと思います。人が増えないとやっぱり、来てくださる方が増えないと大きな会場ではやっぱりできるの難しいと思うのでね、はい。さあさあ続きまして、じゃあこちら紹介しようかな。ラジオネームカイバーさんからいただきました、ありがとうございます。今年も明けましておめでとうございます。まだまだ寒さが厳しいですがいかがお過ごしでしょうか。初メールと言いましても今井さんのことは以前から知っており、 CD もすべて聞いてきているのですが、私が中学生ありがとう、中学生ということもあり、まだライブに参加できたことがないんです。そこで私の地元アピールということで、岩手県、これは東山町、遠山町、どう読むのかな、にある KB 系をご紹介します。洞窟ではないんですが、こんな雄大な自然をバックに今井さんの歌声を聞くことができたら、私のみならず他のファンの皆さんもとっても、感動すること間違いないしです。あ、東山町みたいですね。沖縄ライブを実現した今井さんなら実現できると信じております。キリ、それではということでいただいたんですが、もうこれ警告やん。警告って難しい、危ないぞじゃなくて、漢字で書くと川が流れてて横にこうなんて言うんですかね、崖となってて横に山があって、もうどこじゃこりゃみたいなね感じで、もうスタッフもちょっと笑うしかないみたいな状態なんです。これでここでライブできるんですか。過去やったアーティストの方がいらっしゃるんでしょうかね。これ凄まじいですね。ただ普通に観光で行ってみたい。いやでもね、岩手は本当行きたいんですよね。何にも案はまだそういう話はないので、期待させちゃうとあれなんですけども、私のねいくつか
ある心のふるさとはのうちの一つのが岩手県なのでの特に花巻市というところなので、その東山町とは遠いのか近いのかというのも実はあまりわからなくて、住んだことはないんですけれども両親が昔住んでいたということで勝手に親近感を覚えているんですね。なので岩手でライブできたらいいなっていうのは常々思ってるんですよね。ほんと素敵なところで、海産物もあの山のものも本当に美味しいですしね。あと町の方がとても温かい方が多いっていう印象がすごく強くて、こう見ず知らずの私にも何か困ったりとかしてるとね、話しかけてくださる、シャイなんですけれどもね、本当に困ってるなと思うとね、どうしたんですかって言って言ってくださったことがすごく自分の中では思い出深い出来事だったりもしているので、そういう意味でもちょっとね、大好きな宮沢賢治のふるさとでもありますから、そこでなんかね、赤い目玉のサッソリとか歌えたらいいですよね。知ってますこれ、結構有名な歌なんですけれどもね、賢治の歌で。いやー、ちょっと行きたいな、実現させたい。次もこんな会場はどうですかっての来てますね。アニキンさんです。ありがとう。今井さん、こんにちは。なんかやってほしいライブの会場のネタが外国ばかりに偏っていましたよね。そこで今井さん、京都には来てはいただけないでしょうか。以前ね、行ったことありますけれども、京都といえばまず都メッセというのがあります。すでにいろいろなイベントもしていますし、この会場の実績は折り紙付きです。またゲームにもなっている某5人の可愛い探偵さんたちが平安神宮でライブもしているので、あ、知ってる。もしかしたら京都のお寺や神社でアコースティックライブができるかもしれませんよと。あとこちらのね、SSG に去年来ていただいた岩尾純子さんも京都の小学校とおっしゃってたかな、ちょっと自分のライブと重なっていた部分もあったので、足を運ぶことはねできなかったんですけれども、ちょっとうろ覚えで大変恐縮なんですけれども、京都でライブなんだっていう風にね、その頃ちょうど秋口におっしゃっていたので、なんかいろんなところでできるんだなと思って、さすが芸のこう都というか、いろいろなそういう場所があるんだなって思ったんですけれども、都メッセっていうのはね、どういったところなんでしょうか。今スタッフがね調べてくれてますけれども、その時はコスプレではない本物のミック服を着て歌ってくれると神様も喜んでおもてなしをしてくれるかもしれませんねと。以上という。確かに私新年から始まった1月新番の野良神というので巫女もやらせていただいていますしね、そう思うと何かそういった縁があるのかもしれないと思わざるを得ない流れになってきてますね今。どうなんでしょう、都メッセどんな感じでしたか。あ、今ちょっとパソコンがこちらに運ばれようとしています。ちょっと失礼して。都メッセ京都市官業館ということで、ほう、あ、私がですねうまくこのマックちゃんを使えなくてスクロールがうまくできない、矢印キーのこれ、あ、動いた、ほほほ、小小古品盆栽フェア、お、今日の街企業訪問、うん、イルDIレナウンバダーバンファミリーセール、セールとかやってんだ。はあ、住友不動産の新築そっくりさん代理フォーム博、あ、今すごい、今これ言っていいのか分かんないですけど、昔アルバイトしてた時にこのパンフレットを送るアルバイトしてたことあります。そう、こう封に閉じて送るので、こう封筒をいかに早く効率的に閉められるかっていうのをですね、私自分でハードルを作ってですね、何秒以内にできるかっていう、綺麗に、しかもね、綺麗じゃないとお客様に失礼ですから、いかに綺麗にできるかっていうのをすごいやってましたね。すっごい今懐かしくてふわっとなんか盛り上がりました今自分的には。なるほど、なんかライブとかだけじゃなくていろいろな催し物をやってらっしゃるところなのかなっていう風にはねお見受けしましたけれども、はい、なるほど、結構いろんなイベントが入れ替わり立ち替わりあるということなので活気がありますね。素晴らしいと思います。なるほどなるほど、あ、こういうのもいいですね。例えば誘致で したら安くここのうちの施設使えますよっていうね、その県の観光庁の方とかがご連絡いただいたらちょっと検討の余地ありっていう感じもしますもんね。はい。そんなこんなで、じゃあちょっと今この目標立ててから最初なのでちょっと時間見てみます。42分は、まあでも前後ちょっとね
こう調べたりなんだりでかいつまんだりとかしてるので、そろそろじゃああれですね、お便りコーナーは閉めないといけない、この感覚をちょっとね体に焼き付けていきたいと思います。というわけで以上ミンゴスだよお便りコーナーでした。原由美のファーストアルバム Place of My Life が好評発売中です。シングル未発売曲1曲、アルバム用の新曲3曲を含む全13曲を収録しています。ボーナストラックには花火ソロバージョンを収録。ブルーレイ付き数量限定版、 DVD 付き版にはプレイスオブマイライフミュージックビデオも収録されています。皆さんぜひ聴いてみてくださいね。私今井あさみがいろいろなゲームに挑戦したり曲を作ったりする歌とゲームをテーマにしたラジオ番組、今井あさみのシンガーソングゲーマー。私の新曲がいち早く聴ける期間限定視聴コーナーはファミ通 .com だけで配信中なので、ぜひチェックしてくださいね。今井あさみの SSG、 ファミ通 .com で毎週土曜日0時より配信中です。はい、というわけであっという間のエンディングでございます。なんか時間を今までこの SSG に関しては全然気にしないで喋ってたんですけども、スタッフさんがいつも大変な思いをねされていたのを横目で申し訳ないなと思いつつ、喋りたいだけ喋っていたというところもあったので、ちょっとそういうのもねうまくやっていこうかなと思いました。他の番組ではちゃんとやってるんですけどSSG ならではっていうところもあったんですが、はい、じゃあそんなこんなで、じゃあここでですね皆様にお知らせをしたいと思います。私の4枚目のアルバム、この雲の果て、ブルーレイ版、 DVD 付き版、通常版の3種類ありますので、ぜひぜひ皆さんまだ聞いてないという方は手に取っていただければと思います。そしてね、年末に発売された私のライブブルーレイ &DVD もですねご好評いただいているようで、本当に多くの方からも感想が届いております。ぜひぜひまだ見てない方はですね一度見ていただければと思います。特に中学生とかだとねお年玉いただいていると思いますので、そのお年玉でまだライブ見に来たことはないという方も検討の余地ありだと思います。本当に渾身の作品となっておりますのでおすすめでございます。はい、そしてまだまだ続いておりますセブンスソロライブ、残るは1月26日日曜日の仙台連鎖、2月1日土曜日、2月2日日曜日の福岡あるあるシティの3公演となっております。一般販売の方は一般発売のチケットは絶賛発売中ですので、こちらもですね気にしていただければと思います。番組では皆さんからのメールを募集しております。普通歌ぎて歌など各コーナー手に送ってくださいね。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2014年1月25日土曜日となっておりまして、仙台ライブの前日ということなのでね、はい、今年のその仙台訪問はですね一体私は何が食べられるんだろうと思って今からワクワクドキドキでございます。やっぱ仙台のものは何食べても美味しいですが、はい、新しい食べ物なんかもね模索していければと、あと皆さんから教えていただいたものもね食せればと思っているのでね楽しみにしたいと思います。はい、というわけでここでキーワードの発表です。キーワードを、書いて、私たちのどれが当たるか分かりませんが目標の半紙が欲しいよという方はですね、カッコして、カッコでキーワード45、数字で45と書いてご応募いただければと思います。私のが当たるかもしれませんし、他のメンバーのが当たるかもしれませんということでいいんですよね。選べるようになっていた。だって誰のが欲しいって書いて、あ、じゃあ私のが欲しい人は45で、おのおのめんどくさい、あ、はい、じゃあ45で相変わらず行き当たりばったりですね。というわけで私の時計は今45分55秒、やべー。あ、というわけでまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみでした。バイバイ。今年2014年始まっての最初の緊急告知になりますかね。どうでしょう
というわけでですね、ここで嬉しいお知らせでございます。なんとですね、2014年3月26日に私のですね、これ何枚目になるんだ、うん、12枚目だ、12枚目のシングルが発売されることになりました。パチ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 。というわけでですね、その CD のタイトルは漆黒のサステインということで、私も出演させていただいております超女神信仰のワール激震ブラックハートのオープニングテーマとなっております。本当にあのこう収録がですね、セリフ収録と歌収録がほぼ同時期だったので、もう内容とかもすごく分かった上で収録もできたので、とってもとっても楽しい収録になりました。もちろんあのノワールの声色ではなく私として歌わせていただいてはいるんですけれども、はい、あの本当にこうネプチューヌの世界観をすごく反映した歌になっているので楽しみにしていただければと思います。そしてカップリングといたしましてですね、コープスパーティーブラッドドライブの、中に入る曲が入ることになっております。すごくすごく豪華な感じの CD になりそうです。しかも今回通常版と DVD 付き限定版、そしてなんと今回初めての試みなんですが、ノワールコラボ版という CD が発売されることになりました。これはどういうものかというと、もう漆黒のサステインももちろんなんですけれども、それにプラスしてノワールの何かが入るとだけ皆さんに今はお伝えしておきたいと思います。スペシャルな感じになっていると思いますので、ぜひこちらも楽しみにしていただければと思います。発売は2014年3月26日です。ぜひチェックしてくださいね。以上緊急告知でした。ピンポンパンポン。